どうもくもころさんです。本日はこちら、じゃん、 iPhone11 のホワイトですね。ジャンクで購入しました。症状としてはカメラがぶっ壊れてるらしい。ということで早速状態チェックしていきましょう。全然傷ないね。あ、これぐらいかな。あ、映った。これ多分傷はこれだけだね。リアガラスも割れてないし、なんかカメラにノイズが乗るらしいんですよね。なんとも言えないな。多分レンズに傷もないと思うよ。うん、ないね。ちょっとカメラ起動させてみましょう。ちょっとセットアップしちゃうね。 iOS17.41 アップデート始まっちゃったんでちょっと待ちましょう。はい、スマホのセットアップ終わりました。で、 Face ID OK で写真を撮ってきました。画面じゃ分かんないかな。この黒い点、それが不具合みたいです。何回か撮ったけどこの点が必ず入りますね。で、写真も撮れるし、多分だけどレンズとかその辺だと思うんだよ。見ても分かんないんだけどね。なので今回は iPhone バラして、このレンズもバラしてガラスを交換してみようと思います。こう撮っても分かんないレベルなんだけどね。でも必ず入りますね、グレーの点が。ここの分かんないよね。この白いラインのここになんかグレーの点があると思うんだけど、それ、そのグレーになってる、まあ丸くグレーになってるんですけど、その後ろのその何、木目も映ってるんで多分汚れで、こっちの上のレンズだね。 あとバッテリー修理って出てる。なんだろう。あ、バッテリーが弱ってるらしい。バッテリーに関する重要なメッセージ、著しく劣化してますって書いてありますね。 72% なので、カメラレンズとバッテリー交換しよう。あとは大丈夫そうです。うまくいったらお兄さんのメイン機にします。ということでやっていきます。はい、何はともあれ焼き土下座マット。何度にしようかな。70度。うん、いいよ70度で。一応今回お兄さん iPhone XS Max から11に乗り換え予定です。ちなみにみんな何の機種使ってる？焼き土下座タイム中にコメント欄に書き込んでくれ。まずケツネチ取っときます。もうちょいだな。でもしカメラユニットが壊れてるようだったら、前に直した iPhone11、Face ID 使えないんで使ってないんですけど、あれのカメラ持ってこようと思います。だいぶ来てます。だいぶ開いてきてるよ。あ、フレキここにあるね。まだ大丈夫だけど、あんま上げるとこれね、フレキあんまり持ち上げると良くないね。この状態からこっちに開くようになってるね。はい、開いたよ。うん、綺麗に撮れました。バッテリー純正ですね。すごく綺麗で劣化してるようには見えないですね。で、バッテリーの接点はここかな。うん、ここだね。イヤースピーカーユニットをここで外して、液晶はここのフレキ2本かな。で、本当は先にバッテリー外したいんだけど、液晶フレキが被っちゃってるのね。この下にネジがいるんだけど、これね、液晶フレキの下にネジがいるんで、まあ思いっきりやれば入るけど、ここ切りそうなんで先にこっち取っちゃおう。本当は良くないんだけどね。で、これ使います。これでちょうどいいね。お、はまりました。はい、まあそんなこんなで、とりあえずこっち側のプレート外すね。で、ネジは三つ股ですね。なんか緩い、もっときつい子がいいな。うん、いや、これはまんないな。まあしょうがない、ちょっと緩いけどこいつで回しちゃおう。これくらい遊びがある。よくないよね。まずこちら、画面からのフレーキね。はい、あとこれ、これがよくわかんないんだよね。下行っちゃってるかな。まあとりあえずバッテリー取るか。で、これがバッテリーですね。取れた。これでとりあえず安心。で、あとここの2つが多分カメラなんで取っちゃって、で、これが
どっから来てる？あ、これかな？これだ多分。うん、これだったね。液晶を避難させます。すごい、まだ両面テープが生きてる。伸びます、こうやってペタペタしてる。でバッテリーだよね、取れないんだよね。これもうね、取れないんでね、お兄さんは割り切ろうと思ってます。割り切り、どうせ取れない。ほら、力入れる前に取れちゃう。もうね、取らせる気がないんですよ。悲しい、お兄さんは悲しいよ。お、うまい、うまく巻き取った。ほら、全く取れない。何の抵抗もなくちぎれるからね。いけてる。何、巻き取り方式が良かったの？取れた、綺麗に取れたよ。あー、ダメだ、1勝2敗で。こっちに関しては本当はこのタプティックエンジンとかね、スピーカーとか全部外してから剥がしなんですけど、もうそういうことしない。ここに傷がつきそう、ちょっと保護しておきますね。まあでも途中まで取れたね。全然ダメでした。いいんですよ、これに関してはね。もうお兄さん諦めてます。何か決定的にセンスがないんだと思います。ダメだ、もうちぎれてる。あー、ちぎれてる。はい、全然ダメ。はい、ここはね IPA で溶かしていきます。しばらく置いときます。あと IPA がなくなったんで補充します。うわ、垂れてる。はい、2時間ぐらいちょ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 い IPA 漬けにしてあります。一応注意したいのは、大量に入れるとやっぱ溢れちゃうんで、こっち側に溢れるとカメラの方に行っちゃうんで、まあ、そこだけちょっと注意した方がいいと思いますけど、まあ、加熱なし IPA だけでバッテリーが緩くなるのかちょっと実験ですね。動く気配はないね。いや、そうでもないか、微妙に動いてる気はする。いや、全然効いてないね。厳しいね。こっちはね、基板が入ってるんですよね。あんまここ力入れると良くないんですよね。あ、ここ動くわ、少し。弱いところから攻めていかないとね。ちょっと動いてるよね。この辺見るとわかる。本当はペラオでね、中に入れてあげるといいんだけど、やっぱ怖いっすね。あ、来た。ここの両面が剥がれた。ペリって音がした。うん、行きました。綺麗に取れた。どうですか？あ、ほぼへこんでないっすね。両面剥がしていこう。はい、バッテリーの両面テープはきれいに取れました。この辺からヘラ入れるとよかったね。ロムの書き換え機買おうかな。この中のこの基板ですね、まあ、こういう棒状の基板なんですけど、ちょっとベトベトで見づらいんですけど、 IC が入ってるんですけど、この基板をここでバッテリーセルのスポット溶接でくっつけてあるんですけど、プラスマイナスでここ剥がして、新しいバッテリーもここにもう一回溶接してあげて、この基板の再利用できるんですよね。だけどこのまま使うと不良品バッテリーだよっていうのがそのままデータが残ってるんで意味ないんですよ。中身リセットすると容量 100% で純正バッテリーだよみたいな感じで使えるらしいんですよね。まあでも今回はこれはやめましょう、意味ないんで。まあでもロム書き換え機はね、ちょっと買おうかなって今思いました。はい、バッテリーも無事取れたんでカメラバラしていきます。ネジは2本見えてるけど、ここになんかありそうだけどね。とりあえず2本取ってみる。あ、取れるわ。
でもハマってるっぽ、あ、大丈夫だ、撮れた。ここでちょっと引っかかってるだけだね。ハマってはいなかった。カメラユニット撮っていきます。うん、撮れた。でノイズが入るのが上のレンズでしたね。こっちは問題なさそうだよね。多分カメラは問題ないと思う。となるとこっちなんだけど、こっちも問題あるようには見え、あ、下になんかゴミ入ってるね。いやでもこれ関係ないだろうな、この白いやつ。ちょっとエア吹くよ。うん、エアではなんともなんない。あれ、こっちははっきり汚れてるね。これね、もしかしたらここのひびがなんかこう光で入り込んじゃってるとか、そういう可能性もある。うん、まあちょっとわからんね。でここのガラス部品で買ってあるんで、とりあえず変えてみましょうか。買った部品はこれね、ピンセットと拭き取りクロスが入ってますね。で多分こっちから押せば取れると思うんだ。押してみます。取れないね。温めるか。いきます。熱っ。そんな硬かった？めっちゃ熱くなってるよ。いやー割りたくないんだよな。でもしょうがないか。いや全然取れねえ。取れた。結構強いね。取れました。あ、両面テープもついてる。まず両面テープの残り取りましょうか。あー、カリカリだ。両面テープというか接着剤みたいな嫌な残り方してるね。あんま使いたくないんですが、 IPA ちょっと垂らします。うん、カリカリだよ。溶ける感じじゃない。で多分素材樹脂なんですよねこれ。あ、いや取れてきてる。ちょっと取れる。うん、大きいゴミは取れたけど、やっぱ端っこに溜まってますね。高速クリクリでキムワイプで擦ってみる。強めにクリクリ。あ、取れた。スルンスルンになったよ。ほら、やっぱこのキムワイプの微妙な摩擦がいいんだろうね。 IPA 入れて先に少し濡らして、その後にキムワイプで擦るのがいいね。多分もう大丈夫だね。うん、 OK。 で本当はこれベタッと置きたいんだけど、ここなんだっけ、デプスセンサーだっけ、 3D センサー、ここを触ると多分ぶっ壊れそうなんで、なんかこう置きたくない、怖くて。なんかいい方法ないかな。これでいくか。はい、そしたらこれつけてきます。一応両方ともフィルムで挟んであるね。ちょっと圧着しときましょう。うん、大丈夫そうだね。綺麗に入りました。下のレンズはいいや。こっちはエア拭きます。はい、これでホコリはないはず。これ気になるけどね。一応映り込んではいなかった、まあ、ダメならねこっちも交換しますんで。あと一応ね、こちらをお見せしておきます。お兄さんのネジ置き場ね、こんな感じで管理してます。これがここのカバー、これがここね、これがここ、これがケツネジ2本。もうこれと同じような形でこんな感じで置いてます。どのネジかもちゃんと近くに置いてるんで分かると。 iPhone ってネジが違ったりするんで、まあ、こんな感じで管理してます。よかったら真似してね。カメラ固定 OK で、次バッテリーですね。で今回バッテリーこれ買いました。ハイキャパシティバッテリーリプレースメントって書いてありますけど、まあ、Amazon で適当に買っただけなんですけど、お、いろいろ入ってるぞ。分解方法まで書いてあります。わかりやすい。日本語です。お兄さんね、この白い工具好きなんですよ。これもそうなんですけど、ああ、これこれ。白工具ね、バリないんですよ。こっちはちょっといらないけど、このバッテリーね、ちゃんとしてると思います。コネクタわざわざカバーしてる。すごいね。初めて見た、こんなの。まあ、容量が合ってるかどうかとかね、その辺はちょっと測定できませんけど、
まあ、こういう保護とかねついてくる工具がこの白とかねその辺はいいんじゃない。このフレキもすげえ硬い、多分丈夫なんじゃないかな、めちゃくちゃ硬い。あとちゃんと日本語書いてあります。メーカー株式会社西洋マニファクチャー新鮮防犯エレクトロニックテクノロジーズ、容量3500って書いてあるけど、まあこれはちょっとわからんね。でつける向きとしてはこうですね、多分こっちだよな、こっちでもいけるっちゃいける、どっちでもいけるね。そうね、ピンク側を貼り付ける感じみたいですね。ピンク剥がしてこうだね、まあこんな感じでしょ。逆かな、こっちがベタベタだ。まあまあまあいいですよ、逆だった。はい、タブを上に持ってきました。両面掃除先やろっか、これは速攻で終わります。両面テープがねまだ古くなってないんですげえ簡単に取れる。今回は動作チェックやらせてください。まあ失敗はしないんですが自信がないんで。めっちゃ楽だよ、引っ張るだけで取れるなんて。あと液晶側は楽勝だ。うん、やっぱキムワイプでこするといいね、接着剤が食いついてくれる。よし、この液晶の縁のさ、糊を取るのに IPA 使いたくないですよね、液晶がぶっ壊れるから。前にやらかしてるんで。これで画面の糊は全部取れました。はい、じゃあバッテリー貼ってきます。でバッテリー貼るときのポイントはね、先にコネクタをつける、それがポイント。起きた、先にコネクタ当ててから貼ると楽、なぜならここが硬いから。 OK、 もう OK、まあ、とりあえず繋いじゃおっか。カメラだけテストします。とりあえず電源ついた。はい、カメラ、あ、直ってない。これね、グレーの点がついてますね。カメラユニットだ、ダメでしたね、残念。カメラ変えよ。なんだろうね、原因わかんないけど汚れはついてないんだよね。はい、ということでこちら、この間やった iPhone11 Face ID 使えません。彼がどうしてもカメラを提供したいっていうことだったんで、いただくことにします。ありがとう。ちなみに Face ID 使えないとクイックペイとかも使えないんですよ、なので部品取りです。本当はね Face ID の修理とかもやりたかったんだけど、もうしょうがない。お、余裕で開いたぞ。どういうこと、パカッと開いたよ。一応張り付いてはいたけど弱かったぞ。はい、カメラ撮りました。一応全部つなぎました。ちょっとテストしましょう。カメラ、あ、直ってますね。 OK、カメラユニット交換しなきゃダメだったんだ。白を撮影してみるね。うん、大丈夫ですね、直った。 OK です。このフレキはめるのはねだいぶなんか慣れてきたけど難しいよねこれね。で両面テープはやっぱ使わない、 B7000 使います。で B7000 使うんだけど、お兄さんマジで機種変するつもりなんでしばらく使います、この状態で。で動作 OK ってなったら接着しときます。接着はね開けて接着剤塗って閉めるだけなんで何も難しいことないので。はい、入りました。接着剤は今塗ってません。ついでにこっち戻しとくわ。あ、こっちはもう部品取りですね。フェイス ID 不良とカメラ不良、まあ悪いやつはねこういうのメルカリとかに流すんだろうね。お兄さんやんないから安心して。2台とも戻したんで動作チェックやってきます。はい、動作チェックやりました。多分大丈夫、カメラ大丈夫、 SIM も認識したし、入ってるアプリ全部起動させてみたけど全部動きました。カードの登録もできました。ということでね、こちらお兄さんのメイン機にしたいと思います。 iPhone XS Max から iPhone11 へ乗り換えです。で実際使ってみたんだけど、なんかタッチパネルがすごく良かった感じがする。スクロールとかが滑らかなのと、あと文字入力で文章を修正したい時とかカーソルが狙い通りに動く感じっていうのかな、操作感がすごく良かった。タッチパネルのやっぱ反応がいいっていうのはいいもんだね。接着剤入れちゃいます。 B7000 ね。
まんべんなく入ったでしょう。あ、いい感じにはみ出してくんね。はい、OK。 今日はなんだかグアテマラな気分ということで、サザグアテマラです。うん、いい匂い。これずっと使ってた iPhone XS Max、 これガラスかけてんすよ。これね、ほぼ見えないんですけど、ここかけてるんですよ。リアガラス交換今度やってみようかなと思ってるんですよね、まあ、気が向けば。あとまた椅子の修理したいのと、バギーのタイヤ交換してあげたいんですよね。やりたいことがいっぱいで大変ですよ。そう、今回はね、このパッケージの裏に書いてある85度のお湯でコーヒー抽出スタート、多分それに近いですね。いただきます。あ、美味しいわ。苦味が出ないんだね。コーヒーのなんか美味しいとこだけいただきますみたいな感じだね。うん、まあでもお兄さんは苦いのも好きなんで、低温抽出はしなくてもいいかな。コーヒーの香りが好きで苦いのあんま好きじゃないっていう人は、この手順書通りにやると多分いい感じですよ。味は濃厚で苦味が少なくなる感じですね。で、香りが強い。はい、今回はカメラの調子が悪い iPhone11 修理を行いました。 iPhone11 のリアカメラはね、実際買ったわけじゃないから分かんないけど、多分互換品みたいなやつで3000円いくらで、高いやつだと70ドルぐらいするみたいですね。 iPhone のちっちゃいやつもやりたいんだよな、ミニ。お兄さんもともと小さい携帯好きなんですよね。ガラケーの頃はソニーのちっちゃいやつ使ってました。これぐらいのやつ、プレミニだっけ、ソニーエリクソンのやつ使ってましたね。で、今回使った部品、バッテリーとカメラレンズか、一応概要欄の方に載せておきますので、まあ、気になる方はチェックしてみてください。バッテリーの性能が分かんない。だけど一応 100% 充電までできました。電池の持ちとかはちょっと分かんないですね、まあ、ただ梱包とかね、ついてくる付属品とかはいいものでした。あ、コメント欄に使ってる機種ちゃんと書いた。あ、 OK です。多分今頃性能でマウント合戦が始まってるんじゃないかな。ということで、熊五郎さん出会いでは普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですが、また見たいなって方はまた見たいなって方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタンお願いします。それでは熊五郎お兄さんでした。バイバイ。